ヤーコフ・ガネツキー、ヤーコフ・スタニスラボビチ・ガネツキーは、ソビエト連邦の革命家、政治家。本名は、ヤクブ・フィルステンベルク。著名なオールド・ボリシェビキで、ウラジー・ミル・レーニンの親しい同僚であった。アレクサンドル・パルブスとの密な共同により、ボリシェビキ救援のための秘密ドイツ資金を準備した、財政専門家の一人として有名である。ヤーコフ・ガネツキーは、 当時ロシア帝国領であったワルシャワで工場所有者の家庭に生まれた。1896年、彼はロシア社会民主労働党のボリシェビキ派に参加した。1901年ドイツに移住し、短期間にベルリン、ハイベルベルク、チューリッヒの各大学において学んだ。彼は商人として働いた。1903から9年、ガネツキーは、 ポーランド・リトアニア王国社会民主党執行部の一人であり、ポーランドの1905の7年革命において積極的に関与した。その革命的活動のため、ガネツキーは再三にわたり逮捕された。1907年から彼はロシア社会民主労働党中央委員を務めた。ストクプルの分裂期。 彼はポーランド地区執行部の委員であり、親ニ人派の指導者の一人であった。スウェーデン社会民主左翼党の創立会議におけるガネツキーとラデック。1917年5月第一次世界大戦中、ガネツキーはアレクサンドル・パルブス及びカール・ラデックと共同でタイボリシェビキ資金援助に関するドイツ参道本部との秘密交渉に参画した。彼は、 コペンハーゲン作戦の立案実行者、並びにレーニンドイツ間の仲介者の一人であった。彼はまた、1917年レーニンを亡命地スイスから封印列車により、ロシアへ帰国させた実行者の一人であった。1917年の10月革命の後、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の財務、人民インブサンジ、ロシア共和国銀行総裁、 1920年から中ラトビア通商代表及び同大使ソビエト政府を代表し、彼はリガ平和条約及びカルス条約に署名した。1921年、外務人民委員部参事。1923年、ソ連対外貿易通商人民委員部参事。1930年、全ロシア人民経済会議官部会議員。 1932年国家音楽舞台サーカス団体部長彼の最終ポストはソ連革命博物館館長であった彼はスターリンの大粛世期に知りすぎた目撃者として NKVD により自宅で逮捕され妻ギーザと息子スタニスラフと共に処刑された罪状は国外の例人文書を回収する際に ポーランドの将校と非公式に面会したこととされ、壮絶な拷問を受けたにもかかわらず、最後まで自身の権威を認めることはなかった。残された娘、ハーナには、三人とも獄中で病死したと嘘の通達が、なされたが、その後逮捕されて、強制収容所で18年に生き延び、スターリンの死後の1956年に名誉回復、釈放された。 ガネツキー自身は1954年に名誉回復された。レーニンの下で巨額の資金を動かしていたにもかかわらず、逮捕された時のガネツキーの所持金はほとんどなかった。このため、ドミトリー・ボルコゴーノフは、その資金はガネツキーがすべて共産党へ差し出したか、スイス銀行に今も塩漬けになっているのではないか、と述べている。2000。 ゾリスキー・ケース・ターリン・エス・エンパイアー・バイオグラフィカル・エンサイクロペディック・ディクショナリー・モスクワ・ミーティング・2000リバース・ゼー・ファイ・1918-1920ありがとうございます。